最高の景色、紅葉の始まり、大雪山、正面には戸村牛、眼下には今日泊まる白雲避難小屋、そして緑岳にニペソツ。大雪山の日本一早い紅葉です。色づいてきてます。ちょっとここでお水を汲んでいきます。秋だけどお水は流れてます。白雲避難小屋に荷物を置いたら、こちらの戸村牛への縦走路、どこまで行けるかわからないけど、ちょっとお散歩に行ってみます。この辺は一面の草紅葉です。中別だけは近づいた気がするけど、戸村牛は全く近づきません。高根ヶ原高原沼巡りコースは熊出没中のため、三笠新道は当分の間利用できません。本当に春先のちょっとした時しかこの道は通ることができませんが、三笠新道から高原温泉まで 4.4 キロ、この道を歩きたいな。ここでちょっと休憩します。なぜかというと、ここからの足元、雪が見えます。これが大雪高原沼巡りのコースになってる高原沼、ずっとこちらにある水のない、あれが多分唐沼かな。沼巡り、秋の紅葉シーズンに行きます。絶対行く。避難小屋へ帰る道、もうたおやかすぎて晴れてるのに迷いやすいです。でも避難小屋、赤岳へ向かってます。ここは標高 2000m、 真っ赤な羊の葉っぱです。かわいい。今回2度目の赤岳です。標高は 2078m。 この岩に登ってみます。綺麗ですね。
始まってますねえ、うん、上の蜂の眺めもいいですよ。どちらからいらっしゃるんですか。うん、長野、うん、違う場所、うん、銀仙台。あ、銀仙台の服ですか。はい、白雲に泊まって、そうですね、本当はお蜂回ろうと思ったんだけど、うん、やめました。あ、うんうんうん、またいい時に来ます。でも今日も楽しんでください。そうなんですよね、意外に良かったですよね、うんうん、いいです。ね、うん、今日この黒岳抜けるんですよね。あ、そうなんですか。はい、いいと思います。黒岳から持ってきて、うん、ちょっと、うんうん、早めに行かなきゃ、うんうん、そうそう、もうね、全然、うん、もっと上は綺麗です。あ、本当ですね、うん、ここに登ってる映像、はい、楽しんで、うん、これもこれで綺麗ですよね、うん、今日は人も少ないので。少ないですね、うん、やっぱりお天気見てるのと平日、でも平日でも結構紅葉の時期混むんですよ。そうですよね、うん、うん、明日が午、あの強風ね、ね、今日もね、午後から雨、うんうん、いや、良かったですね、うん、天気は選べないですもんね。そう、お休みとお天気がね、うん、はい、いってらっしゃい。にゃにゃかまどの赤い実、いい感じ。そして七かまど越しのあちら